まず第1項なんですが、いわゆる単糖、特にグルコース、フルクトースを中心とした演習問題であります。で、この問題を解く前に、まずフィッシャー投影式について説明をしてみたいと思います。このフィッシャー投影式っていうのは、エミール・フィッシャーという方が提案した天然有機物の砂上構造を表す約束でありまして、その約束がまとまった表し方でありまして、要点はこの3つであります。1、天然有機物の炭素骨格は縦書きで表す。2、その際酸化が進んでいる部分を上に書く。そして3番が一番重要なのですが、これはフィッシャー投影式だよっていうふうにインテージャー定義をした場合、いわゆる構造式で単結合が4つになっている場合は、その単結合は横方向はいわゆる実線のくさび、そして縦方向は点線のくさび。ちなみにこのくさび表記というのもよく受験で出てきますので、諸君たちも、もう知っておいた方がいいと思うんですが、この実線のくさびというのは、この黒板だったら黒板に対して飛び出す方向、君らのノートだったらノートの紙面に対して飛び出す方向、この模型で説明しますと、この黄色と白の部分、これがもしというか、このフィッシャー投影式でこのように横方向に黄色白というふうに表されていたとしたら、その黄色白は飛び出す方向である。そして縦方向、この模型だったら青と赤の部分になりますが、この青赤部分は、これはもし縦に書いたとすると、構造式でこのように縦に書いたとすると、それは紙面もしくは黒板に対して奥の方向である。平たく言いますとこうです。ここに黒板もしくは紙面があるとすると、横方向は飛び出す、縦は奥、横は飛び出す、縦は奥、そういうふうに見ていきましょうという約束で、投影式という言い方になっているのは、この縦横方向がこれが飛び出て、縦方向が奥になっているものを、この方向から光を当てたとして、その光による影がこういうふうに映っているっていうふうに、言えることもできるわけで、それで投影式というふうに言っているわけですが、そしてもしこの炭素原子が不正炭素原子である場合、フィッシャー投影式ですよ、フィッシャーですよっていうふうに定義した段階で、右と左の交換は不可、不正炭素になっていると右左の交換はこれは不可ということになるというところが重要であります。